羽生譲る、すべての YouTube 動画が100万回再生。メンバーシップは1190円と少しお高めの理由はファン心をつかむあざとさかご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。羽生結弦るのプロ転向後初となるワンマンアイスショー、プロローグの追加公演が決定した12月に行われる八戸公演が2日間開催の予定でしたが3日間となりました。 さらに、横浜公演2日目となる11月5日には、CS テレ朝チャンネル2での生中継と、全国の映画館でのライブビューイングも行われることに、羽生選手のプロとしての第一歩に注目が集まっています。スポーツ指揮者、以下どう、すべての動画が100万回再生超え、どんなショーになるのか期待が膨らむ中、自身の YouTube チャンネルでは、 メンバーシップ限定でのリクエストを募集しているファンがまた見たいと思うプログラムをコメントで募り、そこから羽生選手が選んでショーで披露するそうです。メンバーシップとは、YouTube チャンネル上での有料会員制度。羽生選手のメンバーシップは月額1,190円で、限定動画の公開などを予定しています。もちろん、誰もが閲覧できるコンテンツも大人気だ。今年8月に開設されたばかりですが、 チャンネル登録者数は10月21日現在で74.3万人です。投稿されている動画は4本で頻度は高くありませんが、すべてが100万回再生超えと高い人気を証明しています。株式会社アナライズログが運営する YouTube 分析ツールデジタルクリエイターズによる10月3日から9日に投稿された芸能人の YouTube 動画再生数ランキングでは、羽生の最新動画が7位に、 現在では130万回以上再生されている広く浅くではなく狭く深くランキング上位のチャンネルはほぼ決まった顔ぶれなのですが中リエシャさんや映画チャンネルはトップ20までに2から3動画が入りますつまり動画を1週間で複数投稿しているということ羽生選手のように2ヶ月ぶりの動画更新でこれだけの再生回数を獲得するのは異例ですデジタルクリエイターズ担当者 以下どう、再生回数が伸びる要因は、事前に発表されていたアイスショーについてご自身の口から語ったことや、メンバーシップが発表されたことが影響していると思います。ツイッターやインスタグラムはスタッフによる運営ですし、羽生選手はメディア露出も多い方ではないので、ファン心理としては関わりを持てる唯一の場所が YouTube という感覚なのでは、今後は、 より深く羽生を知ることができるメンバーシップの内容が気になるところ、月額料金は YouTube 側が設けている規定によって自由に決められます。300から700円に設定している方が多く、羽生選手の1190円はやや高めなライン。広く浅くではなく狭く深くという感じがします。熱量の高いファンが多い羽生選手なので、オリジナルコンテンツを見られるなら、だし渋ることはない金額でしょう。現在、 メンバーシップでの見たいプログラムのリクエストは1万件を超えており、羽生に直接コメントを送れることを喜ぶ声も多い。羽生選手がワン心理をしっかり分かっているのを感じますよね。この技と力があれば、今後も心配はないでしょう。フィギュアスケート関係者、ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。よろしく。